どうも、メカです。今回はイオンユーザーの必須アイテムイオンカードセレクトについて、特徴や還元率、メリット、デメリットについて徹底解説していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。まずは時間がない人のためにイオンカードセレクトについて簡単にまとめます。イオンカードセレクトはイオンカードが発行しているクレジットカードです。イオン銀行のキャッシュカード和音機能が付帯しているため1枚で3役をこなします。年会費無料で利用ごとに和音ポイントが付与されます。イオングループでの買い物なら最大還元率 1% です。お客様感謝デーの20日30日は買い物が最大 5% オフ、和音のオートチャージ、イオン銀行の金利アップなどイオングループのサービスを使っている人にはマストなアイテムです。また2022年1月からはロボアドバイザーサービスのウェルスナビでイオンカードによるクレカ積み立てができるウェルスナビ4イオンカードがスタート。これにより決済だけでなく投資まで可能になりました。ではここからイオンカードセレクトについて詳しく紹介していきたいと思います。イオンカードセレクトはイオングループが発行しているクレジットカードです。クレジットカードの他にイオン銀行のキャッシュカード和音機能が付帯されています。1枚で3役をこなすカードです。ミニストップなどに設置されているイオン銀行 ATM なら24時間365日入出金手数料を0円で利用できます。イオンカードセレクトは Visa、マスターカード、JCB の3つから選択が可能です。基本的にどのブランドを選択しても構いませんが、JCB を選択するとファミペイにチャージができます。またトイストーリーやミニオンズなど一部のデザインカードでは国際ブランドが限定されるので注意してください。イオンカードの年会費は無料です。年に1回利用などの条件もありません。ランニングコストは一切かかりませんので利用料を気にせずに保有できます。イオンカードセレクトで得られるポイントや還元率ですが、200円利用するごとに和音ポイントが1ポイント貯まります。よって基本還元率は 0.5% です。和音ポイントは1ポイント1円相当として買い物に利用できます。以前はときめきポイントが貯まっていましたが、2021年10月に今の仕様に変更になりました。ではここからイオンカードセレクトについてメリットをまとめていきます。全部で9つありますので一つずつ解説していきます。一つ目はイオングループでの利用についてです。イオンカードセレクトは基本200円ごとに1ポイント貯まるため還元率は 0.5% ですが、イオングループでは通常の2倍の和音ポイントが貯まります。還元率が最大 1% になるためお得に買い物ができます。二つ目はポイントダブルデーについてです。毎月20日はどこでもポイントが2倍になります。イオングループ以外での買い物は10日にするのがベストです。ただし金券類など一部対象外になる商品もありますので注意してください。3つ目は和音へのチャージです。オートチャージ機能を使って和音にチャージすると和音ポイントが貯まります。200円ごとに1ポイント貯まるため還元率は最大 0.5% です。さらに和音は利用金額200円ごとに1ポイント貯まります。このため合計還元率を最大 1% にすることが可能です。イオングループの利用では2倍になるため還元率は最大 1.5% です。4つ目はお客様感謝デーです。イオングループでは毎月20日と30日にお客様感謝デーを実施しています。この2日間に限りイオンカードセレクトで支払いをすると 5% オフが適用されます。例えばもし1万円の買い物をしたら9500円になります。20日30日に買い溜めをすれば大きな節約になります。5つ目はイオンシネマでの鑑賞料金です。イオンシネマの映画チケットをイオンカードセレクトで購入すれば一般の通常料金がいつでも300円オフになります。さらに20日30日のお客様感謝デーなら1100円で鑑賞が可能です。700円オフは節約効果が非常に高いです。
6つ目はウェルスナビでのクレカ積み立てです。2022年7月からロボアドバイザーのウェルスナビでイオンカードによるクレカ積み立てができるウェルスナビ4イオンカードが開始しました。積み立て額の最大 0.5% 分のワオンポイントが付与されます。現金での積み立てよりもポイント分お得になりますので、イオンカードを保有している人でウェルスナビを検討しているならウェルスナビ4イオンカードを利用しましょう。7つ目はイオン銀行の金利です。イオン銀行ではステージによって普通預金金利が異なります。プラチナになると 0.1% です。ステージを上げるにはイオン銀行スコアを稼ぐ必要があり、イオンカードの保有、さらには利用額に対してもイオンスコアが貯まります。イオンカードはイオン銀行をお得に利用するためのマストアイテムです。8つ目はイオンゴールドカードについてです。イオンカードセレクト保有者が一定の条件を満たすとゴールドカードのインビテーションが届きます。年会費無料でゴールドカードを保有できます。公式サイトには年間100万円以上の利用で発行していると記載されています。9つ目はイオンカードポイントモールについてです。イオンカード保有者だけが利用できるイオンカードポイントモールというサービスがあります。こちらを経由して様々な買い物をすることでポイントを倍増させることが可能です。最大21倍になります。ビッグカメラや楽天などの人気ショップでもポイントが倍増するので、こちらを経由してポイントをザクザク貯めるようにしてください。続いてデメリットです。3つありますので詳しく解説していきます。1つ目は基本還元率についてです。イオンカードセレクトの基本還元率は最大 0.5% です。残念ながらお世辞にも高還元とは言えません。人気の楽天カードやペイペイカードは還元率が最大 1%、 リクルートカードに至っては 1.2% です。メインカードとしては物足りない数字です。2つ目はポイントの付与の計算についてです。イオンカードセレクトではポイント付与の計算が1会計ごとになります。つまり200円未満での買い物はポイントが1ポイントも付与されません。実質還元率が下がってしまうことは頭に入れておきましょう。3つ目はイオンユーザー以外の方についてです。イオンカードセレクトはイオングループのサービスでの利用で大きく実力を発揮します。よってイオンを普段利用していない人にはメリットが少ないです。イオンカードセレクトのお得な使い方について紹介します。イオンの株主になるとイオンオーナーズカードをもらうことができ、このカードを保有していると利用金額の最大 7% がキャッシュバックされます。このイオンオーナーズカードとイオンカードセレクトを併用すれば 8% 以上節約することも夢ではありません。100株なら優待のつなぎ売りを利用することで数百円で取得することができます。イオンの現物株式を保有するのが怖い方はぜひこの方法を利用してみてください。では最後にまとめます。日頃からイオングループで買い物している人は作成しない理由がありません。ワオンポイントは2倍貯まりますし、20日と30日の 5% オフは非常にお得です。イオンシネマで割引されるのも映画好きにはたまらないメリットだと思います。ただメインカードとしては還元率が物足りないので、イオングループで利用するサブカードとして利用するのがベストだと思います。定期的にキャンペーンも実施していますので、ぜひお得に作成するようにしてください。以上、今回はイオンカードセレクトについて紹介してきました。こんな感じで自分のチャンネルでは日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。参考になったという方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。